純粋すぎてネットスラングに毒される男。はい、どうも皆さんこんにちは、カッシーチャンネルでございます。皆さんは狩野英孝さんの YouTube チャンネルをご存知ですか？ゲーム実況動画がメインのチャンネルなんですが、徐々にゾンビ化していったキャラクターの文字が書けなくなっていくというホラー演出に対して、これカプコンさん字が抜けてますねと発言したり、数多くの珍プレイや名言を生み出しています。まあ、ということで今回は純粋すぎてネットスラングに毒された男、狩野英孝メッサムラムラ事件についてざっくりでありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。2016年の8月26日、ヒカキンさんのゲーム実況チャンネルヒカキンゲームズにて、マインクラフト神回すぎるメッサムラムラ変な意味じゃないよというマイクラ実況動画がアップロードされました。タイトルの癖。動画の終盤、ヒカキンさんはメサというレアな地形の近くにある村を発見しました。ヒカキンさんはこれまでマイクラでメサを見たことがなかったんで、テンションがめちゃくちゃ上がり、思わずメサ村メッサムラムラメッサムラムラメッサムラムラと叫んでしまいます。ヒカキンさんが普段汚い言葉遣いや下ネタを言わないことも相まって、この回は神回と呼ばれ、メッサムラのシーンはネタ動画の素材として有名になっていきました。それにしてもメッサとムラが合体してヒカキンさんがメッサムラムラって発言したの、マジで奇跡的すぎますよね。コメント欄でも、何も意識もせずにうっかりでメッサムラムラって言葉が漏れ出てくるのってのがマジでおもろい、変な意味じゃないよは逆効果で笑う、数年して見に来たけどメッサムラムラの意味が分かるようになった、純粋な頃に戻りたい、変な意味じゃないで吹いたと数多くのコメントが寄せられています。ちなみにヒカキンさん本人もコメント欄でメッサムラムラメッサムラムラというコメントを残しています。まあ、このような形で2016年にヒカキンさんが生み出した名言メッサムラムラなんですが、それから7年後の2023年、とある人物がメサムラの被害を受けました。それがお笑い芸人の狩野英孝さんです。2023年の6月28日、狩野英孝さんは自身の YouTube チャンネルにて、英孝がマインクラフトを配信というマイクラの配信を行いました。マイクラ知識が全くない狩野英孝さんの珍プレイや不憫な展開が、まあ、めちゃくちゃ面白くて、視聴者からも大好評なゲーム配信企画です。個人的にはね、自分が建てた家の真上に避雷針設置してたのをめっちゃ笑いました。これを狙ってじゃなくて天然で繰り出せるのが本当に笑いの神様に愛されてますよね。そんな狩野英孝さんのマイクラ配信パート3では、村を探して家の近くを散策していました。動画の序盤に見事村を発見するんですが、配信中のチャット欄にとあるユーザーがメッサ村とコメントしました。何メッサ村って、メッサ村って何？狩野英孝さんはこのメッサ村という言葉がネットスラングだということを、まあ、もちろん知らないので、実在するマイクラの用語だと勘違いしてしまい、配信中村のことを何度もメッサ村と呼んでいました。メッサ村発見しました、やったメッサ村メッサ村。純粋すぎて知らない間にネットスラングに毒されてるの、めちゃめちゃ狩野英孝さんらしいですよね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。